89.2 Skywave FM。FM をお聞きの皆さん、こんにちは。縄文太鼓いにしえの松本千早です。同じく縄文太鼓いにしえ劇団道隆です。はい、この番組は令和に生きる縄文人のあなたも、縄文時代が大好きな現代人のあなたも、そして縄文って一体何というあなたでも、全ての方が楽しめるラジオです。縄文時代をテーマに、千葉市のかそり貝塚をはじめ、縄文太鼓いにしえ、縄文グルメ、縄文人の最新情報や、その他全国の縄文の魅力、縄文からインスピレーションを受けた創作物など、縄文の魅力をたっぷりご紹介します。ゲストを迎えたトークコーナー、さらに土偶占いや縄文ドラマと盛りだくさんに、楽しくドキドキとお送りしていきます。はい、それでは始めていきましょう。今週も一緒に縄文ラジオ。そういえば、優しい素材を使って建てたお家だってパパが言ってた。だからなのかな。とっても居心地がいいの。千葉市おゆみの伊豆山建設。今週の縄文ミュージック1曲目、縄文の曲といえばこの曲、歴史の狩りから稲作へ。改めまして、皆さんこんにちは、松本千早です。劇団道隆です。はい、それではね、早速お便り読んでいきましょう。はい、ペンネームドックンさんからです。うん、縄文ラジオスタートおめでとうございます。ありがとうございます。4回目だけどね。4回目、うん、どんな1時間になるのかワクワクしています。個人的にはラジオドラマが気になります。おお、どんなお話か楽しみです。はい、今日もね、収録はね、結構ね、うん、事前収録なんであれなんですけれども、はいはいはい、もう放送自体は今回も4回目ということなので、うん、まだね、うん、さっきね3話撮ったんですよ。あ、そうなんですか。はい、なので本当ね、はい、今きっと皆さん、はい、次の第4話は一体どうなってるんだっていう感じで、ね、期待していただいてると思うんですけれども、気になって、うん、夜しか眠れないです、うん、夜しか眠れないのは普通です。お昼寝もしたいんです。はい、というわけです。はい、それでは次のゲストコーナーに早速行きたいと思います。今回のゲストは、かそり貝塚に住んでいた、暮らしていた、この方です。かそり貝塚に暮らしていた、ようと申します。はい、ようさん、え、住んでた、え、暮らしてた。これ危ないですよ、これ警察ですよ、これ。あの、かそり貝塚止まっちゃダメ、止まっちゃダメ、夜入れないから。そうですよね。はい、ようさん、今日はお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。はい、今はどこにいるんですか。ですね、私、かそり貝塚に4年間、うんうん、生息していたんですけれども、うんうん、今ちょっと引っ越しをしまして、ほうほう、千葉市の文化財課というところに、はい、ちょっと引っ越し、仮の住まいとして、なるほど、はい、今文化財課に生息しています。あ、なるほど。じゃあちゃんと千葉市さんが受け皿になってくれてるわけですね。安心しました。よかったです、よかったです。はい、はい、では CM の後、さらにたっぷりとドキドキするお話たくさん伺っていきたいと思います。陽さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。縄文ラジオ。ねほりはほり、あなたを発掘。はい、というわけでゲストコーナー本編となっておりますが、ようさん、今は千葉市の文化財課でお仕事されているということですが、はい、以前はかそり貝塚に住んでいた、まあ、お仕事をしていた、はい、わけなんですよね。はい、かそり貝塚でのお仕事の時で一番面白かったことや印象的だったことは何ですか。はい、
カソリカイ塚ではカソリカイ塚に来てくれるお客さんにですね、縄文の面白さを伝えるのが一番の仕事なわけですけれども、例えばですね、子どもたちに難しい縄文の専門用語を言っても、あまり理解してくれないですよね、だってね、私たちもね、文字情報にしてても読むのすら難しい言葉、そうですよね、それであればビジュアルから入っちゃおうかと思ったんです、ビジュアル縄文人になりきってみたんです。いや私もね実は見たことあるんですけど、まあみんな知ってるわけですよ、佐藤さんの、陽さんのね、縄文人の姿ね、後でね、なんか写真とかね、アップしちゃおうかな、なりきるってどんな感じでやってたんですか？最初はイベントのお祭りの時に縄文人に、やろうと思ってですね、現代のそれこそ T シャツの上から、縄文服を着てですね、やっていたんですけども、よく見たら、メガネはかけてる。そうですね、ヨウさんいつもメガネ、メガネ男子、スニーカー履いてる、これ縄文人じゃねえなってなるわけです、なんちゃって縄文人ですね、現代風縄文人ですね、のコスプレみたいな、コスプレですね。これは正しい縄文人のイメージを伝えていないと思ったわけです、そこでですね、思い切ってやってみました。メガネを外しました、コンタクトに変えました。そこは現代の力を使って思い切りましたね。ズボン脱ぎました、脱ぎましたって言うとちょっとね語弊がありますけども、現代の服を脱ぎました、で、靴も脱ぎました、裸足になりました。そして手に石の斧を持ってみた。斧を持ってみた、これがスタートです。これ場所によってはもう警察ですよ。カソリの公園の中じゃなかったら、ちょっとね、キャーって言われちゃうかな。レッツ職質です。イベントできてた移動交番のおまわりさんと一緒に縄文人写真撮りましたから大丈夫。その時はね、じゃあ公認おまわりさんも OK だよって、お墨付きいただいたってことでね、じゃあよかった、安心だ。子どもたちどうでした？びっくりしてませんでしたか？そうですね、本気でなりきったので、その縄文人が本気で子どもを全速力で追かけるんです。怖い。子どもはガチで怖い逃げます。赤ちゃん泣かせました、ちょっと申し訳なかったんですけど。ただかなりね、リアルさが出て、面白かったんですけれども、ただ実はですね、じゃあそれが正しいイメージなのかと立ち止まった時にいろいろ気づきがありました。今靴を脱いでですね、裸足になったとなんですけども、縄文人って裸足なんだって言われてしまったんです、子供たちにね。子供たちに、もう正確には縄文人も靴の代わりになるものは履いていた可能性があります。夏なんかはいいんですけど、例えば全国の縄文遺跡あります、青森の三内丸山遺跡、雪降りますよね、真冬に雪の上を裸足で歩いていたかと、またどうですか？そうですね、想像できないですね、そんな冷たい上で歩きたくないですね。そうですね、となると靴があった可能性が出てきます。で、実際にそれを遺跡から見つかったもので探してみると、おそらくは革の靴とか、木の繊維を編んだものっていうものがあったと思うんですけど、革とか木の繊維とかは腐ってしまって遺跡からは見つかりません、なので正しい当時の靴の形っていうのはなかなか難しいんですけれども、実際縄文人が作った土器の中に長靴のような形をしたブーツ型の土器があったりします。それは大きいものではなくて、本当におままごとサイズのミニチュアなんですけれども、どう見ても靴だよねっていうものがあったりしますので、おそらく靴は履いていたかなと、そうですよね、だって私たちの体と形は同じわけですから、足を守るためのものってなるとやっぱりそういうブーツ型っていうか同じ形にはなっちゃいますもんね、どうしてもね。生活してる上で多分こう気づくんでしょうかね、あれがあった方がいいのかなみたいな、イノシシを追って野山を駆け回って裸足で、木の枝踏んだら痛いですから、痛いですね、さすがにね。いろいろ学習しながらそういう身につけるものが出来上がっていったっていうことなんですかね。そうなんです、気づいて、自分で革を手に入れてですね、革で足を紐で巻いて、
あの革の靴のようにしてみたらですね、一気に本気度がリアル感が出ました。そのなんかイベントの時に縄文人のこの格好を予算されていたってことなんですけれども、イベントの時っていっぱい子供いるじゃないですか、はい、だからあーいとかやーいとか言って話しかけられたりしないんですか、うんうん、あ話しかけられますね、うん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 、これ結構困ったんですよ、うん、困った。あの縄文人はおそらくですね、うん、言葉を発しています、うん、あの人類学的にも、うん、あのもう十分声は出せる、うん、現代人と変わらない骨格をしていますし、うん、文化的にも、うん、あの会話のコミュニケーションツールとして、うん、あの言葉は、うん、多分、まあ、縄文語って呼んでいいのか分かりませんけど、うんうん、今の日本語とは違う、はいはい、ますけども言葉があったはずなんですね。あそこ気になるんですよ、ね、やっぱり本当気になる。縄文人ってどういう会話をしてたのかとか、どういうふうな言葉を発してたのかっていうのは、ずっとねあの気になってたことなんですよ。そうなんです、うん、で子供たちに、うん、あ縄文人だって言った時に、うん、日本語しか喋れないんですよ、まあ、まあね日本語、うん、で困ってしまって、はい、無言だったんですね、うん、無言とかもう、はい、うーとかあーとか、うんはいはいはい、ボディーランゲージでやっていたらですね、はい、これがまた違う誤解を与えてしまったんです、うん、あ難しいですね、縄文人って喋れないんだよ、うーんまだ言葉ないんだよって言われてしまったんです、はい、これは難しかったですね。難しいっすね。でも誰にもわからないからね、うん、これはね良かれと思ったボディーランゲージがそう受け止められちゃうっていうのはねもったいないっすね。縄文をあの追求しているようさんなんですけれども、はい、縄文で一番好きなこと教えてください。そうですね、石器を作って使うことですよね、うん、石器を作って使う。その石っていうのは、はい、石もいろいろ種類がありますよね、はい、石器を作りやすいものとかってあるんですか。そうですね、代表的なものはあの黒曜石、うん、黒いピカピカした、はい、黒いピカピカした、うんうん、火山で火山ガラスと呼ばれるものなんですけども、うんうん、これはすごくあのガラスと同じで鋭利に割れますので、うんうん、とてもよく切れます。うん、なんか私見たことあるんですけど、うん、縄文人の陽さんが、はい、あのイベントで、はいはい、黒曜石を石器を使って、うん、魚のなんか解体ショー、めちゃくちゃ人気で、実際切れるんですか。切れましたよね。切れます。すげえ。黒曜石、黒いやつだ。黒いやつ。黒曜石だしね。なんかこう結構肌とかにピッてやったらすぐ切れちゃう感じ。すごくよく切れます。そこまで。なんか包丁ぐらいとか斧ぐらいとかどういうぐらい。そうですね。斧は使い方が違うので、うん、あそっかそっか。こう叩き切るようなイメージなんですけど、うんうんうん、まさにその包丁でナイフですよね。うんで、少なくとも切れ味は、うん、現代の、うん、佐藤家の包丁よりもよく切れます。そうなの。それ黒曜石をこう研いだりとかしてるからってわけじゃなくて。黒曜石はですね、うん、石器は研がないんです。石のナイフは斧とかは研いで形を整えるんですけど、うん、割ったままの鋭いガラスの割り口が一番よく、知らなかった。でもだって黒曜石ってなんかこう矢尻ってかこうとんが三角の形みたいな、はい、あれってじゃなんかボンっていう塊が黒曜石であったらそれをこうガンってなんかでやって砕いてすげえ言葉のでそれのこう普通なんていうのこう自然に割れた形が一番切れやすい。ですね、その元々の石の黒曜石で原石を石を使って割ります。丸い瓦に起こっているような石で、叩くとですね鋭く割れます、うん、でそのままでもよく切れますし、うんうん、その、割った、破片をですね、うん、周りをさらに細かく叩いて、うん、形を整えてできたものが矢尻とか、うん、切るだけであれば、うんうん、割ったままの状態が一番よく切れます。へーそうなんだ。いやなんか黒曜石までも、まあ、全然終えてないというか私も、うん、でもなんか黒曜石ってすごく大事にされていたものというのは縄文人がね、それはすごく情報として聞くので黒曜石1個ぐらい欲しくなっちゃった。
取り行けるもんなんですか？取りに行けます。行けます。そうなんですか。そうなんだ。千葉市でも取れるんですか？千葉市ではね取れない。さすがに取れない。あの火山のから出たあの溶岩がですね、はい、あの成分になるものなので、はいはい、あのこの辺です、まあ、関東ですと、はい、伊豆のあたりですとか、はいはい、あと多いところは、長野県信州のあたりですとか、はいはいはい、ではあの産地がありますね、はいはい、あのイベントでは魚をさばいたって、はいはい、おっしゃってたと思うんですけれども、はい、なんか魚以外にもさばけるもの、あ、そうですね、はい、あるんですか？あのイベントでは、うん、まあ、魚をさばいているんですけど、うん、プライベートでは、うん、獣をさばいてます。獣？獣な、だ誰ですか獣？あ、例えばあのジビエですか？ジビエ、そうですね。イノシシちゃん、イノシシちゃんとか、シカ、シカとか、シカを一頭、はいはいはい、本当ですか？はい、まるまる一頭、まるまる一頭、はいはい、あ、実際捕まえたシカやイノシシを、そうですね、削り切って皮までの分ける、あ、もうあの漁師さんと一緒に山に入ってですね。まあ、取るところは漁師さんに、はいはいはい、プロの漁師さんにやってもらったんですけど、うん、その鹿さんをですね、まあ、お腹を、内臓をこう取るところから皮を剥いで、肉を部位ごとに分けて、すごい。いや、僕最初オープニングで失礼なこと言いました。縄文人です陽さんはあの、はい、だってそれプライベートでやってるってことですよね、はいはい、そうですね、まあ、あの自分の研究も兼ねてになりますけども、すごい。格好まで縄文人で、うんうん、なりわい生活の仕方も縄文人っていうわけですから、これは尊敬ですよ、うん、すごい。家の台所に黒曜石とか、うん、貝の道具とか、はいはい台所にあるんだ。あの使ってます。じゃあ包丁通ってって言われたら黒曜石出しちゃう。出しちゃう。そうなんだ。ちなみになんですけど、陽、はい、さんが縄文を好きになったきっかけっていうか、なんかいつからこう縄文にどっぷりこう使うようになったんですか？そうですね。一番最初は、うん、私縄文よりも、うん、もっと前。旧石器時代の、が好きで、石器を作る、あ、石器好きね、はい、石器、よく石屋さんってこの業界では言うんですけども、うんうん、石を実際作ってました。へえ、ちょっと進化してですね、ああ、ちょっと進化して縄文人すごいちょっとだな、はい、すごいっすね、そんなこともできんすね、うん、あの仕事もプライベートもともにもうすっかり心も体も縄文人な予算なんですけれども、あの縄文好きの現代人となんか他にお友達になれたりとかってあったりとかするんですか？そうですね、はい、縄文好きの現代人の方もたくさんいらっしゃいますし、うんうん、私以上にリアル縄文人の人もいますし、あ、でも最近ツイッターで見てるんですけど、うん、木の船、丸太船、はい、でなんか、うん、北海道らへんからトラックに乗せて、こうだん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 移動してるよっていう方が、はい、いらっしゃるようで、だいぶ大きいんじゃないの？めっちゃ大きいトラックに、はい、やってますよね。全国には佐藤さんを超える縄文人でも、まあとりあえずこの界隈では一番の、うん、まあ、なんだ、まあとは言っても佐藤さん自負してますよ。陽さんね。そうそうそう、はい、ここで一つメールをご紹介させていただきます。はい、大桑さんからいただきました。はい、はい、ラジオ開始おめでとうございます。ありがとうございます。はい、縄文人なエピソードで思い出したのが、以前家族で公園に散歩に行った時の話です。うん、息子が幼稚園児くらいだと思うのですが、地面に落ちているどんぐりを拾って食べてましたね。うん、妻もこれは食べれるのよと言いながら拾って中の白い部分を取り出して食べていました。生食です。自分も教えてもらって食べましたが、特に癖もなく食べれました。でも若干南蛮の渋みはあったかも。うん、スタージーという木の細長いどんぐりだそうです。うん、食べたことありますか、ということですが、どんぐり、はい、カソリカイズカでよく拾って食べてました。はい、
一人で、あの一人かどうか分からないお祭りとかはさ、なんか結構どんぐりクッキーとか、なんか子供たちがどんぐり集めてこれクッキーになるよとかプライベートでってこと、そうそう、はいはい、あの日常の仕事の時になんかほら歩いてて、うん、見守りなんか見張りしてて、うん、あどんぐり食べようパクみたいなってことですか。でもそうです、仕事中にお腹空いてこうつまみ食い拾い食いをしてます。なるほど、ちょっと仕事中っていうと怒られるかもしれない。あでもほら私も小学生の時、うん、お花の蜜を吸いながら吸いながらね帰ったりとか、まず子供はね、はいはいはい、みんないろいろやったことある。何でも食えるように見えちゃうかな、やっぱり生のままいけちゃうもん、ね、うん、はい、そうですね、あの生のままでも美味しいどんぐりと、うんうん、生だと食べづらいどんぐりもあるんですけど、うん、違いがあるんだ。でも実際皆さん現代の人もどんぐり食べてますよ、うん、えそうなんですか。えどういうこと食べてます。例えばなんだ、先ほど、はい、スダジーというおっしゃってましたが、スダジーというのはどんぐりの中の一種なんですね、はい、あの正確に言うと、うん、どんぐりっていう名前の木の実の種類ないんです、ね、あいわゆるどんぐりなんです、はいはい、なので例えばですね、はい、栗、うん、甘栗とかありますよね。栗もどんぐりの一種。一種、あなるほど、そうなんだ、はいはいはい、あなんかすごいそう考えるとなんかすごい美味しい感じに思えてきた。僕ねでもどんぐりね、あの数え返すがのイベントで、うん、こう割って食べる体験したことなんですけど、うんうん、確かにね渋みはあるんだけど、うんうん、あの食べられる、うん、え食べられる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 、うん、おいしい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 、普通でもね、うん、そのね縄文時代のね、そうそうそう、縄文人はやっぱりどんぐりも貴重な食料だったのね。そうだね、そうそうそう、栗ご飯は栗ご飯ね、そうですね、どんぐりご飯、どんぐりご飯、あ、言い方だ、どんぐりご飯、はい、あー、はいはい、くるみも、くるみもどんぐりと、あこれは広い意味では、これはちょっと一本取られましたくるみパン、くるみパン、あ、どんぐりパン、どんぐりパン、あ、そうなんだ、これちょっと僕帰る途中、うんうん、路上見ますね今の時期の落ちてるどんぐりはダメです、はい、ダメなんだ、あーそうなんですね、いつぐらいがいいんですか。これ実りの秋、あじゃあこれからですね、はい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 、秋になったらちょっとどんぐり拾ってみて、そっか秋まで待てっかな、うん、はい、というわけで CM の後も引き続きようさんにお付き合いいただきます。縄文ラジオ、縄文パワーで孤独と戦え、シャラの土偶占い。日本全国さまざまな場所から魅力的な土偶が出土しています。あなたの守護土偶はどれだ。土偶ナンバーでわかるあなたの潜在能力。生まれた年、月、日の数を足していき、一桁にして最後に出た数字が土偶ナンバーです。1,2,3,4,5,6,7,8,9 とマスターナンバー11,22,33の12種類のソウルナンバーを12種類の土偶たちとマッチングさせました。ゲストの佐藤さん、佐藤陽さんは一体何土偶なのでしょうか。ということで佐藤さん、陽さんの誕生日を教えてください。はい、私の誕生日は紀元前2500年2月6日です。紀元前2500年、うん、計算が大変だ、うん、教えてくださいはい、出ました。はい、陽、はいはい、さんの土偶数は9ということで、はい、こちら縄文のヴィーナスとなっております。はい、軽やかに踊る社交的土偶、ダンシング土偶ということでですね、はい、はい、縄文時代のあなたは狩りや子供や老人の世話まで得意な万能縄文人でした、うん、はい、内面に土偶1の中空から誕生数8の社交まで相反する性格や特質が少しずつ混ざっていて、衝撃的であり内向的、女性的であり男性的、
疑いやすくて信じやすくつかみどころがありません。なるほど、うん、確かにね、うんうん、今一生懸命探してるよ。動数9は1から8までの全ての要素を含み、次の次元に行くために達成するエネルギーを持っており、自分の理想や生き方を追求していく運命にあります。これね、私もヴィーナスちゃんなんですよね。ちなみに1981年の2月6日生まれってことだよね。はいはい、紀元前2500年がね、はい。これはどうですか、当たってますか。万能縄文人、うん、いいですね、うんうん、確かに何でもできちゃうって、何でもできちゃうし、なんかこの自分の理想や生き方を追求していくって、うん、もうさすがね、まさしく完全にそのイベント時のね、ヨウ、うん、さんがやってることがそれじゃないですか。うんうん、ね、本当にめちゃぴったり、ぴったりですね、うん、なんかね、感情移入が過ぎるため自分よりも人の意思を尊重したり感情を隠してしまうこともある、うん、求められる役割になりきれるので本当の自分が分からなくなってしまうこともやばい、最高な人じゃないですよね。うわーとかいきなり言わないよね。はい、あらゆる人の気持ちを察し、自分から傷ついたり悲しんだりしちゃうこともあるみたいですね。はい、でもね、強運の持ち主ということで、3年ごとに周囲の環境なのでガラリと運気が変わる傾向があります。最近なんか運気が変わるような出来事とかないですか。最近あんまり運気良くないんですよ、うんうん、まあでもね、ピンチはチャンスっていうから頑張りましょう。じゃあ、ね、変わる前っていうことじゃないですかね。3年から3年待てば、そう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 、これから、うん、なんか悪いなと思って3年ぐらいですかね。じゃあそろそろ変わるかな。そうですね、うん、変わるといいなということで、はい、そろそろゲストコーナー終わりとなってしまうんですけれども、縄文人ヨウさん、いかがでしたでしょうか。いや、久々にね、縄文人トーク炸裂できて楽しかったですね。そっか、今はね、仮のね、あ、そっか、もう少しいろいろね、あの文化財課さんでね、うん、あの縄文人にちょっとはなりたいところが別のことをやりながらとか、ね、抑え込んでありますもんね。あ、さっきの占いでした。はい、というわけで、はい、本日も楽しくゲストコーナーなったと思います。当てはまったった。はい、ヨウさんどうもありがとうございました、はい、ぜひまたお越しください。はい、ありがとうございました。縄文ミュージックオブザアース、斉藤幸太郎で火炎土器。この曲は新潟県長岡市にある火炎土器の文様を音符に変換して曲にしたそうです。
縄文ラジオ。連続ラジオドラマ縄文スウィートハート第4話、来たんなら帰ればいいじゃん。前回までのお話、千葉市の女子大生あかねはばあちゃんに連れられてきた縄文時代の特別史跡ソリイカ貝塚の小屋で発掘された禁断の縄文壺を動かしてしまう。時を超える魔力を持つ壺から現れたのは一人のたくましい若者ジョーだった。どうやら本当に縄文から来たっぽい。とりあえずジョーに兄貴の服を着せた茜はゆったり微笑む彼を前にして途方に暮れた。茜、ここ令和は俺の時の先の世？そう、4000年とか5000年ほど先の。4000年先？この人本当に縄文時代の人なの？私の心の中でだんだん確信の外堀が埋まっていく。私のせいで時空を超えて無理やり2022年の今に。この人一体どうしたらいいの？動転する私は名案を思いついた。そっか、来たんなら帰ればいいじゃん。帰る？そうだよ、あの時壺ってやつでまた元いた時代に戻ればいいんだよね。やだ、単純なことじゃない。なんですぐ思いつかなかったんだろう。あかね、大丈夫ジョー、またあそこをくぐればすぐに自分の時代に戻れるから。あかね、無理だ、戻れない。戻れない？時壺は壊れてしまった。ジョーは穏やかな表情で首を振り時壺を見る。壺は真っ二つに割れていた。倒れた衝撃で壊れてしまったのだ。ほんとだ。もうどうしよう。私はそっとジョーを見た。その瞳は遠くを見つめるような眼差しだった。私は恐る恐る聞いた。ジョーは家族、元の世界にはお母さんがいるんだよね。そう、お母さん。お父さんも？お父さん、もういない。弟たち、妹たち、たくさんいる。たくさん。ジョーは静かに息を吐くと、また遠い目になった。もうそれ以上、ジョーの身の上を聞くのは怖くてできなかった。大勢の家族を抱えて、彼女もいたのかも。いたに決まってる。ジョーは未来に突然連れてこられ、暮らしていた時代には帰れなくなった。もし、これが私だったら、突然数千年後の未来にポンとたった一人放り投げられたら、帰れなくなったら。無理。絶対に耐えられないよ。私のせいでこの人の人生がめちゃくちゃに。私はもう顔を上げることができなかった。あかね？ごめんなさい。私、なんてこと。時壺のことなんて知らなくて、私のせいで。
私はジョーに謝った。と、ジョーはニコッと笑った。アカネ、なるようになる。は？それより、令和の村を見てみたい。外に出よう。え？え？ジョーは少年のような瞳で小屋の外に出た。そして夏空の下、一面に広がる貝塚の草原を眺める。レイは、いや、有史史上初めて縄文人が大地に降り立った瞬間だった。私は思った。縄文人超ポジティブ。いやいや、感心してる場合じゃなくて。先行き不安しかない状況は変わりがなかった。続く。縄文スイートハート第4話、来たんなら帰ればいいじゃん。作丸山ひろ。出演あかね、松本千早、ジョー、目黒剛弘。ナレーション遠藤陽子。連続ラジオドラマ縄文スイートハート、来週をお楽しみに。続いての縄文ミュージックは、縄文太鼓イニシエで縄文ファンタジーよりリープ。視界がどんどん速くなり、いつの間にか鳥を越えるスピードで、いくつもの森を越え、空を越え、時空までも越えていく、そんな曲です。お聴きください。
SkyWave FM。 お知らせコーナーです。縄文太鼓いにしえからのお知らせ。映像作品いにしえ日本最古のパーカッション縄文太鼓好評配信中。縄文太鼓の音をいつでも聞いていただきたい、世界の人々に縄文太鼓を知ってもらいたい、そんな思いから作成した映像作品が YouTube にて公開中です。復元住居や自然の中で時には火も焚いて松本千早が太鼓を通して縄文の世界を表現しています。映像と太鼓の音を一緒に楽しむことができますので、ぜひ一度ご覧ください。続きまして縄文グルメからのお知らせです。縄文グルメ促進委員会は2022年6月より本格的に活動をスタートさせました。グルメな千葉の縄文人が食べていたと思われるイボキサゴという巻貝から出汁を作り、それを現代の料理人たちがアレンジ、パスタやラーメン、もんじゃ焼きまで様々な縄文グルメで楽しめます。千葉市内を中心に現在20店舗、あなたのお店も縄文グルメを取り入れて、みんなで千葉を縄文の街にしよう。加盟店舗募集中です。縄文人からのお知らせ、書籍のご案内です。望月昭秀著、縄文人に相談だ、好評発売中。悩み多き現代人の皆さん、その悩みどうやって解決していますか？周りの人や親、兄弟に相談、あるいはカウンセラーに。でも現代であるがゆえに生まれてしまう悩みを現代的な価値観で解決しようとしてもうまくいかないこともあるでしょう。ここは一つ縄文人に相談してみませんか？本書では約80の現代人のリアルな悩みに縄文的に答えています。縄文時代は1万年以上も続いた世界でも稀な持続可能な社会です。その長い時間の中で育まれた縄文的価値観に悩み解消の何らかのヒントがあるかもしれません。その悩み一人で抱え込まないで、縄文人と一緒に貝塚へ送り込みましょう。縄文ラジオ、あっという間にエンディングの時間となってしまいました。番組では普通のお便りや各コーナーへのメールなど皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスは info@jomon.fm です。また番組内で流してほしい縄文ミュージックや宣伝してほしい縄文グッズなども大募集中です。詳しくは縄文ラジオオフィシャルサイトをご覧ください。さらに縄文太鼓いにしえツイッターでは収録写真なども見られます。番組の感想などはハッシュタグ縄文ラジオをつけてつぶやいてみてください。縄文はローマ字で JOMON、 ラジオはカタカナです。放送終了後1週間程度で YouTube のスカイウェーブチャンネルに番組のアーカイブがアップされますので、リアルタイムで聞けない方もそちらでお楽しみください。はい、というわけでこのね夏の終わり、はい、もう8月も最後なんですけれども、そうでしたね、あっという間でしたね。まさか4回目にしてね、縄文人のようさんがね、うん、縄文人来ると思ってなかったな、来ちゃったな、ね、後から考えたら激しかったね内容いや本当、縄文人のようさんのおかげで楽しい回に今回もなりましたね。いやすごいね、ためになったっていうか知らないことがいっぱいあった、どんぐりは食べられます、あと栗もどんぐり、はい、くるみもどんぐり、ね、びっくりした、我々どんぐり食べてた、ね、認識を改めたいと思います、ね、はい。それでは縄文ラジオでまた来週もお会いしましょう。お相手は松本千早と劇団道高でした。バイバイ。バイバイ。この番組は縄文太鼓いにしえの制作でお送りいたしました。YouTube でご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。スポンサー企業様も募集中です。縄文ラジオオフィシャルホームページよりご連絡お待ちしています。